今日はですね、大手仮想通貨取引所 FTX.com、こちらが連邦破産法第11条、まあ、いわゆる、チャプター11ですね。こちらを、申請して、まあ、事実上の倒産、をしたということについて解説をして、いきたいと思います。このチャプター11というのはですね、日本における、まあ、民事再生法とかなり似ている、フェーズでありまして、まあそうですね、通常は 5% から 10% ぐらいの弁済率、つまり、債権者がですね、5% から 10% ぐらい債権、まあ自分が持ってる、じゃあ、100万円持ってたら、まあ10万円返ってきたらラッキーだよねぐらいな、まあつまりその FTX にお金を貸してる人、まあお金を貸してる人というよりは、まあ多分お金を預けてる人ですね。この場合のお金というのは、おそらく、BTC とか、イーサリアムとか FTX が出してる FTT っていうトークンだったりとか、その他のトークン仮想通貨、そういったものが FTX に預けられてるんですけれども、こちらの方がまああんまり返ってこないだろうなと。当然株主はもうほぼ株券は紙切れになってしまうでしょうと。この FTX はですね、なかなかちょっと難しい名前なんですけれども、サム・バンクマンフリード、サム・バンクマンフリードさんっていうですね、まあ、通称 SBF って言われてるんですけれども、この人が、まあ、若干30歳の、仮想通貨取引所はですね、実は2019年かな、結構新しく作られた、取引所で、本当に短期間で業績を伸ばしてですね、今やバイナンスと並ぶですね、大手の仮想通貨取引所になっております。バイナンスの方は中華系のですね、ジャオさんっていう人が、まあ通称 CZ っていうふうに言うんですけれども、彼がまあ創立した、もうちょっと歴史の古い、前の仮想通貨バブルの時からですね、まあずっとやってる大手の取引所で、まあ大体取引額の半分ぐらいバイナンスが占めてるというふうに言われておりますけれども、このバイナンスはですね、各国政府のですね、規制から逃れようとしていて、まあ各国の規制当局と大体仲が悪いと、中国だったりとか、アメリカだったりとかも、仲が悪くてですね、バイナンスはバイナンス .us というですね、アメリカの投資家はかなり規制が厳しいので、バイナンスは別のエンティティを作ったりとかして、活動してたりすると。この規制をめぐって、ジャオさんと、この、フリードマン、SBF さんですね、バンクマンフリードさんが、まあ、結構対立をしていて、SBF さんの方はですね、アメリカのもう、民主党のスポンサーで、めちゃくちゃ、ロビー活動に、何十億って、投じてですね、仮想通貨業界、まあ、クリプトって言うんですけど、クリプトカレンシー業界のですね、健全化であったりとか、適切な規制を促す、こういった活動に大金を投じていたばかりかですね、まあ、例えばですね、スーパーボールだったりとか、大谷翔平くんのスポンサーとかですね、もういろんなところにお金を投じてですね、イメージアップに、まあ、ものすごくお金を投じていた、そのせいもあってですね、すごく人気の取引所になってきた。バイナンスより、むしろ一般の投資家にとってはですね、知名度あったかもしれません。